カカルトリ州にある地区、行政中心地はカスピ。現在のカスピ地区は、1917年まで、ティフリス県、ゴリ軍の一部であった。1921年に、グルジア SSR が成立すると、ゴリ軍の配下に12の地区が設置され、そのうちの一つが、カスピ地区であった。ゴリ軍は1930年に廃止され、カスピ地区は、 グルジア SSR 直下の行政区画となった。シダカルトリ平野に位置する。北はコーカサス山脈の島脈、南はトリアレティ山脈の尾根に囲まれている。地区の中央をムツクバリ川が東西に横断しており、他にクサニ川、レフラ川、カブトゥラ川、テザミ川が地区内を流れている。2014年時点での国勢調査では人口43,771人で、 人口密度は1平方キロメートルあたり54.5人。ハシュリ地区には一市71村がある。国勢調査による人口は次の通り。カスピ地区のカブティスヘビ村近郊において、紀元前2000年頃のクルガン数件が発見された。これらは2007年に考古学者ズラブ・マハラゼが発見したものである。発掘調査によって回収された資料からは、 カラバフのレイラテペで発見された同期時代後期の金属加工物との関連も考えられている。アグスタファ地区のソユクブラクでも同様のクルガンが発見されている。クベモカルトリ州のベリクルデービでは多機関にわたる遺跡があり、最も早い時期との資料とも関連性が指摘されている。これらの発見はコーカサス南部に紀元前4000年期の初頭に作られた。 クルガンが存在していたことを示している。ありがとうございます。